はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。ハンギョレにですね、こんなタイトルのニュースが出てるんですね。ハンギョレっていうのはお隣さんの左派のメディアです。今日出た話ですね。韓国の出生児数わずか8年で半数に。あのね、合計特殊出生率の話はよう出ますよね。2023年は 0.7 を切ったんちゃうかというですね、観測が出てますけど、まあ、もうすぐ出てきますね。その 0.7 とかという数字よりもですね、この8年で半分に減ってるっていうのはちょっと衝撃的ですよね。本文読みますと韓国の出生児数は2015年以降毎年1から3万人ずつ減り、わずか8年で半数になったと推測される。昨年の出生児数は23万人を下回ったとみられる。28日に統計庁国家統計ポータルの人口総統計を確認すると、昨年1から11月の累計出生児数は21万3571人、過去最低を記録。そのため昨年の年間出生児数は23万人を超えていないと推定される。最近は各月の出生児数が2万人を下回っている上、例年、季節的に年末には出生児数が減るからだ。まあまあまあ、いいかあるんですけど、まあええわ。あのね、8年間で半減したんでしょ。変な話ね、この子たち、今生まれてる子ってね、その8年先輩選手よりもですね、受験が2倍楽ということですね。だって、大学の定数とは変わらんでしょ。減らしたりしないはずなんですよ。ソウル大もですね、いわゆる4世代もですね、コリョ大もですね。そうすると2倍入りやすいということでしょ。ええやん。ええやん。いや、だいぶちゃうと思いますよ、それ、はっきり言うて。でも、8年で半分。ただ、今と比べたらどうなんやろって言ったら、3分の1かみたいな、そういうことでしょ。今の受験の厳しさの3倍楽になると考えてもいいわけでしょ。産んだらええねん、今、お隣さんの女性たち。まあまあ、これはですね、ヨタ話みたいなもんですけど、ただですね、毎日毎日、お隣さんのニュースをですね、いっぱいこう読んでるんですけど、この出生児数とかですね、出生率がですね、改善する兆しはゼロですね。変わってるとは思いません。なんか夕方になると思ったらいがらっぽくなりますね。全然ね、変わってると思います。何度も言いますけど、女性がね、結婚したくない、子供を産みたくないと思ってるんですよ。今日も別の動画でですね、一人でいることはね、楽しいというのがですね、38カ国中1番が韓国やったということですね。一人でいることは楽しいということはですね、二人でいるよりも一人の方がいいっていう。つまりですね、男女のカップルが二人でいるよりも、いや、もうないらんねんって、一人でええねんっていうことでもありそうな気がしますよね。人間関係がですね、やっぱしこう構築しにくいんでしょうね。韓国ではですね、男女が出会うとですね、まずお互いの名前を聞き合うわけですね。で、メジャーな性なんてですね、20もないわけですよ。で、同じ性の人がですね、出会う可能性が多いわけであって、そうするとそのポンカンというのを調べ合うわけですね。同じキムさん同士だったら、あなたは何金なんと言って、要はなんとか金ってあるんですよ。金塊金ってメジャーなんですけど、と違う金やったらいいんですけど、同じ金塊金やったら、あかんねと。もうそれだけで恋愛は進行しません。なぜかというと結婚できないですよ。いや、法律にはそんなこと書いてないですよ。韓国では未だ結婚はですね、両家族の結婚なんですね。だから面倒くさいんですよ、やだらと。だからですね、なんて言います、本人同士は OK でも、手家族はあかんって言うからですね、それは厳しいことになるわけですよ。昔々の昭和の日本に似たようなとこはあるかもしれませんね。もう家族同士の結婚やということになります。今の日本はね、あんまりそういうのないですよね。まあ、完全になくなったかというとそうでもないですよね。結婚式ではお互い会いますからね。まあまあ、それはいいんですけど、
要はね、いろんなね方策が取られてます。子育てをですね支援するとかですね、3人目は全額費用ゼロにするとかってまあ要は金ですね、お金の面でのですね方策が取られてるんです。政府はね一番簡単なそれでしょ、予算をそっち回せということですよね。そしたら子供増えるやろうと、言ってますけど、いつも言うようにそれではないんですよ。圧倒的にそれではないんですよ。女性にとって生きやすい社会に、社会の構造を変えなあかんんですよ。で、まあね、とりあえずね、とりあえず一番こうやるべきことはですね、DV なくすということでしょうね。お隣さんの女性はですね、家庭に入ると必ず旦那に殴られるんですよね。それをですね、厳しく取り締まるというのが必要でしょうね。犯罪行為であると。まあそのあたりから始めないといけないし、いけないんですけども、そういうことを始めているような気配はまるっきりないですね。つまりですね、お隣さんのですね出生児童数は今後も減り続けるということなんです。これ8年で半分だったでしょ。あの8年先は今の半分ですかという。もしそうなってたらね、どうなるかというとですね、もう急速にお隣さんはですね、国がですね消えていくんですよ。これね、その人が少なくなるっていうだけちゃうんですよ。高齢者が多くなりすぎてですね、高齢者っていうのは生産できないでしょ、物は働けないわけでしょ、価値を生み出せない人がほとんどなわけですよ。だからその人たちを養っていく若者たちの負担が増えるということなんです。で、困ったことにお隣さんはですね、全く資源のない国なんですよ。これがね、サウジアラビアやったらいいんですよ、別に。国民は働かなくても食えるわけですよ。みんな金持ちになれたというべきかな。昔々、50年、60年ぐらい前に、サウジアラビアって800万人やったね、人口が。800万人ぐらい、もう楽に食わせられたんですよ。だから全員が金持ちになれたんですよ。で、全然働きませんよ、サウジアラビア人って。金使ってるだけなんですよ。それがサウジアラビアの生活だったんですけど、今それが3000万人になったんですよ。まあ、ただしですね、まだサウジアラビア人は金持ちばっかりです。なんでかというとですね、原油価格が上がったんですよ。だからまだ金持ちでいられますけども、これ以上増えたりするとアウトなんですね。韓国には5100万人の韓国人いますけども、石油はほぼ一滴も出ませんし、ガスも出ませんし、ウランも出ませんし、鉄鉱石も出ませんし、自分たちが食うだけの農業もございませんし、って全部輸入なんですね。全部輸入の国が、輸入しなあかん国っていうのは、何かを売ってドルを稼がんことにはいかんわけですね。そんな国でですね、働き手がどんどん少なくなっていくっていうのは、これはですね、この先、まあ、もうあと5、6年もしたらですね、その歪みがですね、うーっと、社会の表層に出てきてですね、かなりやばいことになりそうな気がします。今日急速な少子高齢化というのは進んで、もう社会がはっきり言ってですね、機能しなくなるんちゃいますかね。簡単には全員がすごく貧乏になるんですよ。で、政府も貧乏になるんで、いわゆるインフラに支障が出てくるんですよ。今でも韓国はですね、表通りはきれいに道路が整備されてますが、裏通りはぐちゃぐちゃやっています、舗装が。それが今度はですね、表通りだって道路がひび割れしてたりするようになっていくんですよ。10年後の韓国はそうなってる可能性ありますよ。それをですね、逆転させるにはですね、人口を増やすのが一番なんですけども、今のありさまではまず無理ですね。お隣さんはどんどん消滅に向かってます。実は日本もそうなんですけど、日本の場合はまだ緩やかというだけの話なんです、実は。まだ緩やかというだけの話であって、あとですね、日本の場合、は大半お金の問題なんです。お金がかかるから子供を産みたくない、お金がかかるから結婚できないみたいなですね、そうなんです。大半お金の問題なんで、ある程度社会全体が豊かになればですね、解決できるんではないかなと私は思っていますけどね。お隣さんの場合はですね、お金の問題ちゃうんですよ。ちゃうんですよ。何の問題というのかな、社会行動とか習慣とかですね、そういう問題ですね。なんで政府が旗を振って温度を取ってもですね、まあうまくいく面とうまくいかない面があるんですよね。なんせモラルを変えなあかんわけです
ローマ教皇が言ったように霊的に生まれ変わらなあかんねお前らはとそういうことでございますね。でもそういう気配はみじんもございません。読みかけましたこのハンギョレのですねアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。